戦は、アメリカ合衆国東部と大西洋岸で北軍と南軍が激突した戦線であり、戦争の全期間、主戦場となった。本校ではその戦いの流れを時間を追って解説する。東部戦線の主戦場は、バージニア州、ウエストバージニア州、メリーランド州及びペンシルベニア州であり、コロンビア特別区及び海岸の要塞や、 ノースカロライナ州の開港も含まれる。東部戦線には南北戦争の経過の中で一般に名の知られた作戦が含まれている。これはその戦略的重要性のゆえではなく、人口集中部に近く大きな新聞の発行書があり、対立する両軍の主要都市があったからである。実際北部の首都であるワシントン DC と南部の首都であるリッチモンドは、 両方とも東部に所在し、100マイル程度しか離れていない。あの広いアメリカではこれは、ほとんど目と鼻の先程度の距離であり、ワシントン DC に至っては、目の前を流れているポトマック川を越えたらそこはもう、敵地というような状態だった。結果的に両軍の首都攻防戦が何度も行われ、多くの人の記憶に残ることとなった。北部人も南部人も、 その想像力は、米軍屈指の名称として名高い、ロバート・イーリー将軍が指揮する南部の北、バージニア軍と、その名称に対抗するべく、リンカーン大統領が、次々と指揮官を変更した北部のポトマック軍の、間の壮大な戦いに捉えられてきた。南北戦争の中でも、最も流血の多い戦いと流血の多い追立も、この戦線での出来事だった。 南軍を倒すためには、西部戦線の方が戦略的に重要だったという議論がなされてきたが、1865年のアポマットクス庁舎でのリーの降伏という決断なくして、戦争が終わったと双方の文民が考えられたかといえば、それはありえないことである。戦線はアパラチア山脈と大西洋に挟まれていた。 戦闘の大半はワシントンとリッチモンドの間の地域で行われた。この地域では多くの川が主に西から東に流れており、北軍にとって接近経路や通信線となるよりも障害となっていたので、南軍の守備隊には好都合であった。このことは西部戦線の初期とは全く異なっており、北軍は輸送経路として、 当時の主要道路にのみ頼っていたので、両軍ともに、陶器の作戦行動には制限があった。北軍の利点は、海や主要河川を制していたことであり、海洋に近く駐屯する軍隊への補強や補給を容易にしていた。アメリカ合衆国国立公園局によって作られた作戦の分類では、本校で使うものよりも詳細になっている。 NPS 分類の小さなものは省略するか、大きな作戦の中に組み込んだ。NPS 分類にある、東部戦線での160の戦闘のうちほんの、いくつかを記述することになる。1861年4月、サムター要塞の陥落後、両軍ともに、軍隊の喪失で大笑わ,わであった。エイブラハムリンカーン大統領は、 反乱軍を抑えるために7万5千名の主眼兵の召集を命令し、これが即座にバージニア州を含む4つの州の脱退につながった。アメリカ陸軍には当時1万6千名の兵士しかおらず、その半分以上は西部に散らばっていた。陸軍は米英戦争と米北戦争の古参兵である年長のウィンフィールド・スコット中将に指揮されていた。 アメリカ連合国の方は、一握りの連邦軍士官と兵士が退役して南軍に加わった。連合国軍の体系は、当初各州によって整えられた。最初の敵対的行動のいくつかは、バージニア州西部で起こった。ジョージ・マクレラン少将が、オハイオ軍管区の部隊を指揮し、グラフトンから行軍を命じて、ジョージ・ポーター・フィールド大佐の指揮する南軍を攻撃した。 1861年6月3日、フィルピーの戦いあるいはフィルピーの競争と呼ばれる小競り合いは、この若い将軍を大衆が認識する以上の大した意味はなかった。7月に入って、リッチマウンテンの戦いで勝利し、マクレランに昇進の機会が訪れ、ポトマック軍の指揮官となった。この作戦で小さな戦闘が続いている間、 ロバート・イーリー将軍は、元アメリカ陸軍の有能な大佐という評判にも、かかわらず、戦闘に関わることがなく、パッとしない成果によって、リー・バーさんという、見下したようなあだ名まで頂戴した。リーは、間もなく、カロライナで要塞を築くために転出した。この戦争での最初の重要な戦闘は6月10日に、バージニア州東部で起こった。 北軍のベンジャミン・バトラー少将はモンローを取り出に駐屯しており、ハンプトンとニューポートニューズからの合流部隊を南軍の前線基地の攻撃に送った。モンロー取り出近くのビッグベセルの戦いで、ジョン・マグルーダー大佐が南軍としては、初めての勝利をつかんだ。初夏に、ワシントン近辺の北軍野戦指揮官は、 アービン・マクドウェル巡将であり、戦闘士官としてはあまり経験がなかったが、さらに経験のない志願兵を率いていた。志願兵はわずか90日間の徴兵であり、その期間もすぐに切れようとしていた。マクドウェルは、リッチモンドへという掛け声で、北部の政治家や新聞に即座に行動を起こすよう、圧力をかけられた。 マクドウェルの作戦は3万5千名の部隊で降軍し、マナサスにいる南軍の PGT ボーリガード、巡抄指揮下の2万名の部隊を攻撃するということだった。その地域には、シェナンドを警告に、別の南軍部隊、ジョセフ・ジョンストン将軍指揮下の1万2千名がいた。こちらの方は、北軍のローバート・パターソン少将が指揮する1万8千名の、 部隊がハーバーズフェリーに圧力をかけて、南軍の2つの部隊が、マクドウェルに対して、共同行動を取らないように牽制していた。7月21日、マクドウェルの北東バージニア軍は、ボーリガードの南部ポトマック軍に対して複雑な、回り込みを行い、第一次ブルランの戦いに突入した。北軍は、初戦の有利さを生かして、南軍を交代させたが、 戦いの数勢は午後に変化した。ストーンウォール、ジャクソン大佐がそのバージニア旅団を鼓舞して北軍の強襲を耐えのばせた。この時のことでジャクソンはストーンウォールというあだ名をもらった。南軍のジョンストン軍から鉄道を使った援軍が折よく届いた。北軍のパターソンはジョンストンの動きを封じることに失敗した。 経験の足りない北軍の兵士はじりじり交代を始め、ついには恐怖に疲れた撤退に変わり、多くの者はワシントン DC までも逃げ帰った。この戦闘をお祭り気分で見ていた北部の文民や政治家たちもパニックに陥った。北軍の軍隊は無事にワシントン DC に戻り、ボーリガード軍はあまりに疲れ、また経験も足りなかったので追撃ができなかった。 第一次ブルランの戦いでの北軍の敗北は北部に衝撃を与え新たな厳しい決断をしなければならないという雰囲気になり軍人も文民もこの長引きそうで流血を伴う戦争に勝つためにはかなりの金と人を投入する必要性を認識した。ジョージマクレランが新しく結成されるポトマック軍の指揮を取るために東部に呼びつけられた。ポトマック軍は 東部戦線の主力部隊となった。マクレランは元鉄道会社の重役であり、訓練や管理という任務によく適合した組織化能力を持っていた。また強い待望も持っており、11月1日までにウィンフィールド・スコットから引き継ぎを受けてアメリカ陸軍総司令官に指名された。ただし、10月に行われたボールズブラフの戦いではマクレランが ポトマック川に送った遠征隊が厄介な敗北を喫していた。ノースカロライナ州はウィルミントンに死活に関わる開港があり、またアウターバンクスは北軍の海上封鎖を逃れるための貴重な海軍基地であったので、南軍にとって重要な地域であった。北軍のベンジャミン・バトラー少将はモンロを取り出から開港して1861年8月。 ハッテラスイリエ放題の戦いで砦を捕獲した。1862年2月、アンブローズ・バーンサイド巡将がやはり、モンロー砦から、水陸両用の遠征隊を組織し、ロアノーク島を占領した。このことはあまり知られていないが、北軍の戦略にとって、重要なものであった。1862年遅くのゴールズボロ遠征隊は、海岸から内陸部に進行して、 鉄道線路や橋を破壊した。ノースカロライナ海岸でのその後の作戦構想は1864年遅くに始まり、ベンジャミン・バトラーとデイビッド・ポーターが共に、ウィルミントンの海港を守っている、フィッシャー・砦の占領に失敗した。1865年1月に、アルフレッド・テリー、アデルバート・エームズ及びポーターによる、第二次、フィッシャー・砦の戦いで、 ブラックストンブラッグ将軍を打ちまかし、2月には、ウィルミントンを陥落させた。この時期に、西部戦線のウィリアム・シャーマン少将率いる部隊が、カロライナの内陸部に進行し、1865年4月遅くに、ジョセフ・ジョンストン将軍指揮下の南軍の最後の、野戦部隊を降伏させた。バレエ方面作戦、カーンズタウンから、マクドウェルまで、バレエ方面作戦、 フロントロイヤルからポートレパブリックまで1862年春第一次ブルランの戦いで得た南軍の優位は急速に衰え西部戦線ではドネルソン取りの戦いやシャイローの戦いで北軍が優位に立っていたマクレランのポトマック軍大部隊は半島方面作戦で南東部からリッチモンドに迫っておりマクドウェル軍団は 北からリッチモンドを叩く機会を伺っていた。またナサニエル・バンクス少将の部隊は、シェナンド・ーバレーの肥沃な農業地帯を脅かしていた。南軍の指揮を挙げるために、バージニア州立軍人養成大学の一風変わった、元教授、ストーンウォール・ジャクソンが出てきた。ジャクソンの指揮下には、ストーンウォール旅団や様々な民兵隊がいたが、攻撃的な作戦行動には十分でなかった。 バンクス軍がポトマック川の北に止まっている間に、ジャクソンの騎兵指揮官、ターナー・アシュビーが、チェサピークイコール・オハイウンガと、ボルチモア・オハイオ鉄道を襲撃した。バンクスが反応して2月遅くにポトマック川を渡り、南に進行して、アシュビーの攻撃からウンガと鉄道を守ろうとした。ジャクソンは、ジョンストン軍の左翼を担っており、ジョンストンが3月にマナサスから、 カルペッパーに移動した時、ウィンチェスターにいた、ジャクソン軍は孤立した。3月12日、バンクスは南東への進攻を続け、ウィンチェスターを占領した。ジャクソンはストラスバーグまで撤退した。バンクスはマクレランの全体的な戦略の中で、さらに南へ進撃し、ジャクソンをバレーから追い出そうとした。これを成し遂げれば、撤退してワシントンにより、 近いところを守ることになっていた。3月17日にウィンチェスターからバンクス軍が南下を始め、ほぼ同じ時期にマクレラン軍は水陸両用部隊でバージニア半島への進行を始めた。ジョンストンがジャクソンに与えた命令はかなり精力的に劣勢なので回線を避けること。ただし、同時にバンクスの部隊を牽制して、 半島を進むマクレラン軍を支援できないようにしておくことであった。バンクスは誤った情報をもとに、ジャクソンがバレーを出て行ったと判断し、東に動いて、ワシントンの近くまで行った。ジャクソンは、バンクスがまさに避けたい方向に進んだために、動揺していた。1862年3月23日の第一次、カーンズタウンの戦いで、北軍は、 ジャクソンの動きを止めて反撃し、左側面をついて撤退させた。ジャクソンにとってはこの方面作戦で唯一の敗北だった。ジャクソンにとって戦術的な敗退であったが、南軍にとっては戦略的な勝利であった。リンカーン大統領はバンクス軍をバレーに、マクドウェルの3万名の部隊はフレデリックスバーグに留まらせ、 半島を進攻するマクレラン軍に予定した勢力が5万名少なくなったからであった。ジャクソン軍は援軍が到着して1万7千名になり、敵が部隊を合わせて強力になるのを待つよりもバラバラになっている北軍を攻撃する決断をした。ジャクソン軍が敵に悟られないように感動を伝っている時に5月8日、マクドウェルの戦いで敵に襲われたが、 激しい戦闘の後で撃退に成功した。バンクスはフレデリックスバーグにいるマクドウェルに援軍を送り、残りは8000名となっていたので、ストラスバーグの守りやすい場所に移った。5月21日、ジャクソンはニューマーケットから北東に軍を進めた。ジャクソン軍の行軍速度はこの方面作戦で独特の速さがあり、その不評体は、 ジャクソンの歩く騎兵というあだ名をもらった。ジャクソンは騎兵隊をまっすぐ北に向かわせて、バンクスにはストラスバーグの攻撃に向かっていると思わせようとしたが、実際の作戦はフロントロイヤルの小さな基地を叩き、ハーパーズフェリーでバンクスの通信線を素早く攻撃することだった。5月23日。 フロントロイヤルの戦いで、ジャクソン軍は1000名の北軍守備隊を吸収し、占拠した。この、ジャクソンの勝利で、ストラスバー軍のバンクス隊は、急遽ウィンチェスターまでの撤退を余儀なくされた。ジャクソンは、追撃を試みたが、兵士たちが疲れていたので北軍の補給物資隊からの、略奪に止め、抗軍速度をかなり遅らせることにした。5月25日。 1> 第1次、ウィンチェスターの戦いで、バンクス軍は集結した南軍の攻撃を受け、徹底的に叩き潰された。バンクス隊は北へ向けて交代し、ポトマック川を渡った。ジャクソン軍は追撃したが、不成功であった。ワシントンでは、リンカーン大統領と、陸軍長官のエドウィン・スタントンが、ジャクソン軍は単に北軍をリッチモンドから遠ざけて、いるだけであるとしても、 これを叩くのが優先課題だということで一致していた。リンカーンたちはマクドウェルに2万名の部隊をフロントロイヤルに送るよう、またフレモントにはハリソンバーグに移動するよう命令した。両軍がストラスバーグで落ち合えればジャクソン軍の唯一の撤退路が塞がれることになる予定だった。この行動の直接の影響はマクドウェルがマクレランと共同して リッチモンドを攻撃する計画を中止することだった。6月2日、北軍の2体がジャクソンを追撃した。ジャクソン軍は守備的な陣形をとって、6月8日のクロスキーズの戦いで、フレモント軍を、翌9日のポートレパブリックの戦いで、シールズ軍を打ち破ることができた。北軍はバレーから撤退した。ジャクソンは半島のリー将軍の部隊に加わり、 7日間の戦いを戦った。ジャクソンはマクレラン軍が必要としていた5万名以上の軍隊を動けなくして任務を果たした。バレー方面作戦の成功で、ジャクソンは南軍でも最も世に知られた軍人になり、大衆の士気を上げた。吸収や起動作戦など古典的な軍事作戦で48日間に646マイルを降軍させ、 1> 約1万7千名の部隊で総計では6万名の敵を向こうに回し、5度の意義ある勝利を挙げた。マクレランは1861年から1862年にかけての冬をその新しいポトマック軍の訓練に費やし、リンカーン大統領からの南軍に向けて進軍すべしという要求に応えようとした。リンカーンは、 ジョンストン軍がワシントンから30マイルしか離れていないセンタービルに駐屯していることを特に心配していた。マクレランはジョンストン軍の力を過大評価しており対象を軍隊よりも南軍の首都リッチモンドに向けた。マクレランはラッパハノック側をアーバンナに進みジョンストン軍が遮る前に陸路リッチモンドに至るという提案をした。リンカーンは 陸路の進軍をすれば作戦が進行している間に、ワシントンを敵の攻撃から守ることになるので、陸路の方を好んだが、マクレランはバージニア州の道路の状態が耐え難いものであり、首都ワシントンにはかるべき防衛措置を取ること。マクレランがリッチモンドに向かえば、ジョンストン軍もきっと追いかけてくると主張した。この作戦は、 首都ワシントンで3ヶ月も議論され、ついに3月初めに、リンカーンが折れて、マクレランの提案を承認した。しかし、3月9日に、ジョンストン軍が、センタービルから、カルペパーまで交代し、マクレランのアーバンな作戦を無効にした。マクレランは次に、モンロートリデまで船で渡り、バージニア半島を進み、リッチモンドに至るという提案をした。 リンカーンはためらいながらも承諾した。マクレランは半島に向けて出発する前に、ポトマック軍をセンタービルに移動させ、ならし運転させた。マクレランはそこでいかに、ジョンストン軍とその取っていた陣地が弱かったかがわかり、大きな批判を浴びることになった。3月11日、リンカーンはマクレランを総司令官の地位から外し、 マクレランが向かう難しい作戦に集中できるようにした。リンカーン自身が陸軍長官のスタントンと参謀士官の助力を得て次の4ヶ月間陸軍の指揮を取った。ポトマック軍は3月17日にモンロを取り出に向けて出航した。この出航の時は新しく見つかった心配事があった。3月8日と9日に 鉄製被覆船の最初の戦闘が起こった。CSS バージニアと USS モニターがハンプトンローズ海戦を行ったが決着はつかなかった。陸軍についての心配事は輸送船がその経路でこの新しい武器に直接攻撃される恐れだった。アメリカ海軍はジェームズ側であろうとヨーク側であろうとマクレランの。 作戦部隊を保護できないと言い出し、ヨークタウン付近での水陸両用作戦を諦め、4月4日に半島を陸路進むように命令した。4月5日、リンカーンがマクドウェル少将軍団にモンロを取りの移動を中止させたと知らされた。これは、マクレランが以前ワシントンに残すと言っていた軍隊の数をそのまま守らなかったこと、また、 ジャクソンのバレー方面作戦が心配の種になったことから取られた処置だった。マクレランは約束された資源なしに重要な作戦の指揮を強いられることについて声高く抗議したが、ともかくも先へ進んだ。半島方面作戦、セブンパインズまでの地図北軍はヨークタウンまで進み、包囲戦の準備のために手間取った後でマクレランが小競り合いであった。 ヨークタウンの包囲戦で南軍を破った。この期間にハンプトンローズとノーフォークを占領した。北軍が撤退する南軍を追って、半島を北西にリッチモンドに向かって進行する途中で、マグルーダートリデの近くで一日だけのウィリアムズバーグの戦いが起こったが、決着はつかなかった。ウィリアムズバーグは植民地時代のことであり、 そこからは東に1マイルしか離れていなかった。5月の終わりまでに北軍はリッチモンドから数マイルのところまで前進したが歩みは鈍かった。マクレランの作戦は大軍で包囲戦を行うことでありそのための大量の装備や給砲も運んできていた。天候が悪く道も整備されていなかったので進行を遅らされていた。マクレランは 生来慎重な性格であった。数の上で自軍の2倍もあると思われる敵を攻撃することに神経質になっていた。事実はマクレランの想像力と知性の働きで失敗した。勢力比は予想とはほとんど逆で北軍の方が優勢だった。南軍のジョンストン将軍はゆるりと半島をリッチモンドに向かって後退する間に偽装工作をしていた。 特に戦前は、素人俳優であった、ジョン・マグルーダー指揮下の師団は、少数の部隊が何回も、同じ場所をこれミおがしに行軍することで軍勢を多く、見せ、マクレランを欺いていた。北軍が、リッチモンド外郭防御船の方に動いた時、地下ホミニー川で分断されて、前線に沿って、引くも進むも、ままならないようになった。5月31日から6月1日にかけて、 セブンパインズの戦いが起こり、南軍が川の南にいた北軍の小部隊を攻撃した。この戦闘は、戦術的には決着がついていないが、戦略的には二つの効果があった。一つは、ジョンストンが戦闘中に負傷し、より攻撃的な性格のリー将軍に交代したことであった。リーは、北バージニア軍を引きその後の戦闘で、多くの戦勝を挙げた。 二つ目は、マクレランが、攻撃的な姿勢を捨てて包囲戦を敷くことを選んだ、ことであり、リンカーンに要請した援軍が到着するのを待つことに、した。マクレランは、戦略的な機運を取り戻すことがなかった。リーは、リッチモンドの防御を固めて1月余りも、マクレランの進行を止めた。ジェームズ川の南岸では、南のピーターズバーグまで防御戦を敷いた。 新しい防御線の長さは約30マイルにも及んだ。リーは防御線を構築し次の攻撃を準備する、時間を稼ぐために、小部隊の数をより大きく見せる作戦を繰り返した。マクレランは6月13日から15日に南軍の J.E.B. スチュアート准将が北軍の周りを騎兵で大胆に乗り回す動きで、自信を失いかけていた。 リーが攻撃に転じて7日間に及ぶ戦いを仕掛け、マクレランをジェームズ川沿いで安全だが、脅威もなくなる場所まで押し戻した。7日間の戦いの最初の回戦は6月26日、メカニックスビルあるいはビーバーダム、クリークの戦いであった。リーは、マクレランの陣地が地下ホミニー川をまたいでいるのを見て、取り、細かく分析して勝てると思った。 リーは北岸にいるマクレラン軍の右翼を攻撃し反撃されて大きな損失をこむった。戦術的には北軍の勝利だったが戦略的には改装の始まりであった。マクレランは南東に交代した。6月27日リーはゲインズミルの戦いで攻撃を続けた。これは南軍としては南北戦争の中でも最大規模の攻撃になった。 攻撃側の連携がうまくいかず、北軍は終日持ちこたえたが、最終的にリー軍が戦機をつかみ、マクレラン軍を再度交代させた。マクレラン軍は、ジェームズ川沿いのハリソンズランディングで基地を確保する、方向に動いた。6月30日のグレンデールの戦いでは、流血戦となり、南軍は3個師団が集結して、ホワイトオークスワンプに撤退する北軍を追った。 そこはフレーザーの農園近くであり、戦いの別名はフレーザー農園の戦いとなっている。この時はストーンウォール・ジャクソンが無気力な動きを示したためにリー軍は北軍がジェームズ側に行き着く前に分断する最後の機会を捉え損なった。7日間の最後の戦闘は7月1日のマルバーンヒルの戦いであり、 南軍が向こう水な攻撃を繰り返し、北軍は巧みな大砲の配置で堅固に守った。このトローに終わった戦いで、リー軍の損失は5000名に達した。7日間の戦いで、半島方面作戦は終わった。マクレランは、北軍の砲艦の保護が可能なジェームズ川まで、無事に撤退した。ポトマック軍は8月まで、そこに泊まり、リンカーンの命令で、 第二次ブルランの戦いに備えるために撤退した。マクレランはポトマック軍の指揮官に止まったものの、リンカーンは7月11日に、以前マクレランが務めていた総司令官の地位にヘンリー・ハレック少将を指名することで、その不快を示した。両軍の損失は大きかった。リーの北部バージニア軍は7日間の戦いに、 投入した9万名以上の戦力のうち、およそ2万名の損失をこうり、マクレラン軍は10万5 445名のうち、ほぼ1万6 0名の損失となった。半島での初戦の勝利で戦争を早く終わらせられると言われていたが、北軍の士気は、マクレランの撤退で崩壊した。大きな損失とリーの気の利かない。 戦術行動にもかかわらず、南軍の士気は急上昇し、リーにとっては、北バージニア及びメリーランド方面作戦で、その攻撃的な戦略を続ける励みとなった。リーは、半島でマクレラン軍に対して成功した後で、ほとんど攻撃的な作戦を展開し続ける二つの方面作戦を始めた。リッチモンドを脅かしていた北軍を打ち破り、 北へ進軍してメリーランド州に入った。リンカーン大統領はマクレランの失敗に反応して新しく結成されたバージニア軍の指揮官にはジョン・ポープを指名した。ポープは西部戦線でいくつかの成功を収めており、リンカーンはマクレランよりも高戦的な将軍を求めた。バージニア軍は三軍団で総計5万名以上の勢力だった。 マクレランのポトマック軍のうち3軍団は後に戦闘の際に付け加えられた。2個不評軍団に2個騎兵連隊が付けられたが、中央の完成が及ばないようになり、作戦実行段階ではマイナスの効果しかなかった。ポープの任務は2つの目標を果たすことだった。ワシントンとシェナン同警告を守ること、及び南軍をマクレラン軍から引き離し、 ゴードンスビルの方向におびき寄せることだった。ポープは、当社の任務を果たすために、騎兵隊を派遣して、ゴードンスビル、シャーロッツビルおよびリンチバーグを結ぶ鉄道を破壊させようとした。その騎兵隊の出発が遅れ、ストーンオール・ジャクソンが1万4000名の部隊で、ゴードンスビルを占領しているのを発見した。リーはマクレランが、 半島においてそうであったような脅威ではなくなったと認識し、リッチモンドに直接防衛軍を置いておく必要性を感じなかった。このことで、ジャクソンをゴードンスビルに移して、ポープ軍を食い止め鉄道を守ろうと考えた。リーはもっと大きな作戦があった。北軍はポープ軍とマクレラン軍に分かれており、その連携も取れていないと見えたので、 マクレランに注意を向ける前にまず、ポープ軍を潰そうと考えた。ノースカロライナのアンブローズ・バーンサイドの軍隊が、ポープの援軍のために船で向かっていると思われたので、それが到着する前に即座の行動を取ることを望み、AP ヒル少将に1万2000名の部隊をつけて、ジャクソン軍に合流させ、一方で、マクレランの気を流行らせて動けないようにしていた。 7月29日、ポープはいくつかの部隊をシーダーさんの近くに陣取らせ、そこからゴードンスビルを襲わせようとした。ジャクソンは8月7日にカルペパーまで前進し、ポープ軍の残りが集結する前に、ポープの一個軍団への攻撃を望んだ。8月9日、ナサニエル・バンクスの軍団がシーダーさんの戦いで、ジャクソン軍を攻撃し、初期の優勢を勝ち得た。 南軍もヒル軍が反撃して、バンクス軍をシーダークリークを越えて撤退させた。この時までにジャクソンは、ポープの軍団が集結しており、各個撃破しようというジャクソンの作戦が難しくなっていることを理解した。ジャクソンは8月12日までそこに泊まり、ゴードンスビルに引き返した。8月13日、リーはジェームズ・ロング・ストリート少将の軍を、 ジャクソン軍の援軍に送り、翌日さらにニコ旅団を残して、他の全部隊を派遣した。この時、マクレラン軍が半島を去ったことを確認できていた。リー自身は8月15日にゴードンスビルに到着指揮をとった。リーの作戦は、マクレラン軍が応援に駆けつける前に、ポープの軍を破ることであり、ポープ軍の後方の橋を落としておいて、ポープ軍の左翼と、 後方から攻撃をかけようというものだった。ポープ軍はラッパハノック側の線まで交代した。ポープは北軍の騎兵による襲撃で南軍の命令書の写しを奪っており、リーの作戦に気づいていた。8月22日から25日にかけて小競り合いが続き、ポープ軍は川沿いに釘付けになっていた。8月25日までにポトマック軍のうち3個軍団が 半島から駆けつけて、ポープ軍を補強していた。リーは、敵が増強され、精力的に劣勢になった状況に対し、新しい作戦としてジャクソンとスチュワートに、全軍の半分を任せて、ポープ軍の側面に迂回させ、その通信線である、オレンジアレクサンドリア鉄道を襲わせようとした。ポープ軍は、後退を強いられ、移動中弱くなったところを叩けるというものだった。 8月26日の夕方、ジャクソン軍は、ポープ軍の右翼を迂回し、ブリスト駅で鉄道を破壊して、さらに進軍し、8月27日の復業にマナサス、分岐点にあった北軍の大量の軍需物資を捕獲して破壊した。この吸収によって、ポープ軍はラッパハノック側に沿って、急速に撤退させられることになった。 8月27日から28日にかけての夜、ジャクソンは第1次ブルランの戦場まで進軍し、そこでまだ工事の終わっていない鉄道ロガンの背後に陣を敷いた。ロングストリートの部隊はサラフやギャップを通ってジャクソン軍に合流し、リー軍の二つの翼となった。ジャクソンはポープ軍を戦いに引き込むために8月28日に、 事態の前を通り過ぎようとした北軍の一隊に攻撃を命じ第二次ブルランの戦いの幕が切って落とされた。この戦いは北バージニア方面作戦の行方を決するものになった。戦闘は数時間続き手詰まり状態になった。ポープはジャクソン軍が罠にはまったと考えるようになり全勢力を集中させてジャクソン軍に対抗した。 8月29日、ポープは未完成の鉄道路盤に沿ったジャクソンの陣地に数回の特攻をさせた。その攻撃は両軍ともに大きな損失を被った上で撃退された。正午、ロングストリート軍が戦場に到着し、ジャクソンの右翼に着いた。8月30日、ポープは再度攻撃をかけさせたが、ロングストリート軍の到着を知らないように見えた。 南軍の大砲攻撃が集中して、北軍の攻撃部隊を壊滅させ、ロングストリートの右翼軍2万8000名が一斉攻撃をかけた。これは南北戦争でも最大の同時大量攻撃だと言われている。北軍の左翼が潰されブルランまで後退した。北軍の五爪部隊の行動で、第一次ブルランの戦いの時のような惨事は避けられた。それでも、 ポープ軍のセンタービルへ向けた撤退は大慌てだった。翌日、リーは追撃を命じた。ジャクソンは大きく側面を回り込んで北軍の退路を断とうとした。9月1日、ジャクソンは1個師団を送ってシャンティリーの戦いで北軍の2個師団と戦わせた。南軍の攻撃は激しい嵐の間の戦闘で止められた。ポープは 自軍がまだ危険な状態にあることを認識し、ワシントンまでの交代を命じた。メリーランド方面作戦、9月3日から9月15日、1862年。リーは、この春から夏にかけて、自軍の損失は大きかったものの、次の大きな挑戦である北部への侵略の準備が、できていると判断した。その目標は、北部の主要州である。 メリーランド州とペンシルベニア州に進行し、ワシントンの補給線である、ボルチモアハイオ鉄道を遮断することであった。リーは自軍への補給が必要であり、バージニアとは異なり北部の農場は戦争の影響を受けていないことを知っていた。また、北部の士気を衰えさせることを望み、侵略軍が北部の中で大混乱を起こせば、特に奴隷を保持する州である。 メリーランド州での内乱を招く可能性があるので、リンカーンは停戦の交渉に出てくると考えていた。北バージニア軍はポトマック川を越えて9月7日にメリーランド州のフレデリックに到着した。リーの具体的な目標は、ハリスバーグに向けて進軍し、北東部の東西を結ぶ鉄道を遮断して、続いてフィラデルフィアのような東部の主要都市に対する作戦。 行動を行うと考えられた。侵略の知らせは、北部でパニックを引き起こし、リンカーンは迅速な対応を取る、必要性に迫られた。マクレランは、半島から帰還して、以来軍事交流所に入っていたが、ワシントン周辺の全軍の指揮に復帰させ、リー軍への対処を命じた。リーは自軍を二つに分けた。ロングストリートを、ヘイガーズタウンに派遣し、一方、 ジャクソンには、ハーパーズフェリーにある北軍の武器庫のダッシュを命じた。それは、シェナンドー警告を通じてノリーの補給線を確保する意味もあった。ハーパーズフェリーは、実質的に防御のしにくい魅力のある標的だった。マクレランは、ワシントンに対し、ハーパーズフェリーを明け渡して、その守備兵を自軍に吸収する要請を行ったが、それは拒絶された。 ハーパーズフェリーの戦いでジャクソンは街を見下ろす、高台に大砲を据え付け、9月15日に1万2000名以上の守備隊を降伏させた。ジャクソンは、街の占領には、ヒルの師団を残し、自軍の大半を引き連れて、リーの本隊に合流した。マクレランは、その8万7000名の軍隊を連れて、ワシントンを出たが、進軍は鈍く、9月13日に、 フレデリックに到着した。そこで二人の兵士がリー軍の詳細な作戦計画の写し、将軍命令書第191号が3本の葉巻を包んでおき忘れられているのを発見した。その命令書はリーが軍を分けて地理的に分散した位置に置くことや、それぞれの攻撃目標を孤立させて打ち破ることを詳細に示していた。 マクレランは18時間待ってこの情報を利用することに決めたが、その遅れがチャンスを失わせることになった。その夜、ポトマック軍はサウス山に向けて移動した。そこには、北部バージニア軍の一部が山を抜ける道を守って待ち構えていた。9月14日のサウス山の戦いで、南軍の防衛隊は数に勝る北軍に蹴散らされ、マクレランは、 リー軍が集結する前に撃破できる位置に達した。アンティータムの戦いリーはマクレランの性格とは思えない構成を見て、さらに南軍の同調者から彼の作戦計画が漏れたことを知り、夢中になって軍隊の集結のために動いた。リーは侵略を諦めてバージニアに戻ることを選ばなかった。これはジャクソンによる ハーパーズフェリーのダッシュが終わっていなかったからである。その代わりにシャープスバーグで敵と対峙することを決めた。9月16日、マクレランはシャープスバーグの近くでアンティータムクリークの西側に戦列を敷いて守っているリー軍と対峙した。9月17日の明け方にアンティータムの戦いが始まり、ジョセフ・フッカー少将の軍団がリー軍の左翼に力強い攻撃を仕掛けた。 攻撃側も反撃する側も、ダンカー協会の近くのミラーコーンフィールドや森を駆け回った。北軍はくぼんだ道路に攻撃をかけ、最終的に南軍の中央を突き破ったが、その構成も続かなかった。午後になって、バーンサイドの軍団がアンティタムクリークに架かる石橋を渡って、南軍の右翼に回り込んだ。その重要な時に、昼の師団が、 ハーパーズフェリーから駆けつけ反撃して、バーンサイドの部隊を追い出し、リー軍を崩壊から救った。勢力的には2対1で、北軍が勝っており、リー軍は全軍を投入し、マクレランはその4分の3にかけるぐらいを使っていた。このことでリーは旅団を動かして、北軍のそれぞれの攻撃に集中させることができた。 この時の損失は2万3000名にも上り、アメリカの歴史の中でも最も流血の多い1日となった。リーは疲れ果てた北バージニア軍にポトマック川を越えて、シェナンドー渓谷まで引き返すよう命じた。アンティータムの戦いは、戦術的には北軍の小さな勝利だったが、戦略的には北軍の重要な勝利と考えられている。 リーのメリーランドを犯すという戦略的構成は破れた。そしてさらに重要なことは、リンカーン大統領がこの機会を捉えて、奴隷解放宣言を発したことであり、その後は南軍に肩入れしていたヨーロッパ列強の干渉が、はっきりと消えていったことであった。1862年11月7日、リンカーン大統領は、マクレランがシャープスバーグから撤退する。 リー軍を追撃しなかったことを理由に解任した。アンブローズ・バーンサイドがアンティタムでの軍団の指揮者として、その平凡な戦果にもかかわらず、ポトマック軍団の指揮官に任命された。リンカーンは、今一度、その将軍たちにできるだけ早く攻撃を仕掛けるよう、圧力をかけた。バーンサイドがその任務を与えられ、直接南のリッチモンドに向けて進む作戦を立てた。 バーンサイドはラッパハノック川をフレデリックスバーグで渡り南軍とその首都の間に行くことでリー軍の側面を突くことを期待したしかし管理上の難しさがあったために船橋を架けるための平底船が時間通りに到着することができずまたバーンサイド軍はフレデリックスバーグから軍が川を渡りきるまで待たねばならずその間にリー軍が 街の背後の高台の上に防衛線を構築する時間を与えてしまった。バーンサイドは諦めるでもなく、また他の方法を探すでもなく川を渡り、12月13日にリー軍の左翼にあたるメアリーズハイツに大規模な正面攻撃をかけた。その攻撃を右翼に向けておれば成功した可能性があったが、そうはせずに防御を固めた高台に無益な波状攻撃をかけた。 北軍はその日に1万2000名を失った。南軍の損失はかなり少なかった。この敗北とワシントンでの東枠にもかかわらず、バーンサイドはまだ指揮を外されなかった。フレデリックスバーグの南への攻撃作戦を立て直したが、1863年1月に不名誉な泥の更新というミスにつながってしまった。この後、 バーンサイドの部下の将軍たちが徒党を組んで、ワシントンの政府に陳情し、バーンサイドは軍隊を指揮することができないと伝えた。この将軍たちの一人が、ジョセフ・フッカーであり、1月26日に、ポトマック軍の指揮官に指名された。フッカーは、以前の作戦で軍団の指揮官として引い出た戦果を挙げており、その冬の残りの期間は、軍隊の再組織化と補給を行い、 特に兵士の健康と士気に注意を払った。フッカーは自分の攻撃的な性格を知っており、リー軍に対する春の作戦計画を緻密に練った。チャンセラーズビル5月4日両軍は以前のフレデリックスバーグの戦いと同じ配置に着いた。フッカーはジョージストーンマン配下の騎兵隊を南軍の後方に送って、その補給線を混乱させようと考えた。 一つの軍団がリー軍の注意をフレデリックスバーグに引きつけている間に他の軍団が抜け出して密かに回り込みリー軍の背後から大軍で押しくるんで捕まえてしまおうというものだったリー軍はロングストリート中将の軍団をバージニア南部へ食料調達に派遣しており精力的に5万7千名対9万7千名と劣勢であった作戦は当初うまくいき ポトマック軍の大部隊がラピダン側を渡って5月1日には配置に着いた。しかし、敵との小さな初期接触の後で、フッカーは自信を失い始め、作戦通り北部バージニア軍の背後を撃つよりも、チャンセラーズビルの防衛的な拠点に引く方を選んだ。5月2日、リーは戦争の中でも最も大胆なミサオ軍を行った。自軍を、 フッカー軍の攻撃に備えて両翼に分けていたのだが、さらに兵力を割いて、ストーンウォール・ジャクソンに2万名の兵士を与え、フッカー軍の防備が薄い右翼に大きく回り込ませた。ジャクソンの軍団はほとんど完璧な吸収をかけ、北軍のオリバー・ハワード少々の指揮する第11軍団を壊滅させた。ジャクソンは、この成功に続いて、自軍の前線を偵察している時に、 遊軍の銃下で瀕死の重傷を負った。5月3日にリーがチャンセラーズビルの防衛戦に繰り返し攻撃をかけて損失を出している間に北軍のジョン・セジウィック少将指揮下の第6軍団がアンブローズ・バーンサイドがどうしても果たせなかったフレデリックスバーグのメアリーズハイツの軍勢を攻撃して成功した。この軍団が正方に移動し再度リー軍の後方を脅かした。 リー軍は、ポトマック軍の両翼をあしらいながらひるんでしまった。フッカーに防衛的な姿勢を取らせ、セジュイックの不確かな接近には一個手段を派遣した。5月7日までに、フッカーは、全部隊をラッパハノック側の北に撤退させた。リーにとって1万3000名すなわち、全軍の25%を失うという高価な勝利になった。 フッカーの方は1万7千名を失ったが、比率としては小さかった。ゲティスバーグ方面作戦転戦は、騎兵隊の動き1863年6月、リーは、チャンセラーズビルでの勝利に付け込もうと考え1862年の戦略を繰り返して、今一度北部への侵略を進めることにした。 このために軍隊を補充し、バージニアの農夫には戦争のない期間を与え、北部のハリスバーグやフィラデルフィアあるいは、ボルチモアといった重要な都市を落とすことで、北部文民の士気を脅かそうとした。アメリカ連合国政府はしぶしぶながら、リーの戦略に承認を与えた。というのもミシシッピ州、ビックスバーグの川の要塞が、ユリシーズ・グラントのビックスバーグ方面作戦で、 脅かされており、ジェファーソン・デイビス大統領はその成り行きを心配していたからであった。ジャクソンの戦死を受けて、リーは北バージニア軍を三軍団に編成し、それぞれロングストリート中将、リチャード・イーウェル中将及びヒル中将に預けた。リーはフレデリックスバーグから北西に進軍を始め、シェナンド渓谷に進んだ。そこでは、ブルーリッジ山脈が、 リー軍の北への動きを隠していた。ジョセフ・フッカーはまだ、ポトマック軍の指揮を取っており、リー軍を見つけるために、騎兵隊を放った。6月9日、ブランディステーションの戦いが起こり、騎兵が大部分を占める戦いとしては、最大規模のものとなったが、決着はつかなかった。フッカーは、全軍で追跡を開始したが、6月28日、 リンカーン大統領はとうとう忍耐できなくなり、フッカーを解任してその後釜に、第5軍団の指揮官、ジョージ・ミード少将を据えた。リーは、北軍が、前と同じくらい、機敏に動いているのを見て驚かされた。リー軍が、ボトマック川を渡って、フレデリックに入った時、南軍は、ペンシルベニア州にかなり広く広がっていた。イーウェル軍は、 ハリスバーグからサスケ花川を渡って進み、ロングストリート軍はシェンバースバーグの山の背後に回った。ジェブス・チュワートの騎兵隊が北軍の東側側面を広範囲に荒らし回り、柄にもなく、本部には寄ってこなかったので、リーは敵の位置や意図をつかめないままでいた。リーはメリーランド方面作戦の時と同様に、個別に撃破される前に全軍を集結させねば、 ならないと考えた。リーは全軍に、ゲティスバーグの近辺に移動するよう命令を出した。ゲティスバーグ方面作戦ゲティスバーグの戦いは、南北戦争の展開点と考えられることが多い。ミードは16万名の大軍を動員して3日かけてリー軍を破り、5万1名の損失をこむった。7月1日の朝に開戦形式で始まり、 南軍のヘンリー・ヒースの師団に属する数個旅団がビュフォードの騎兵隊と衝突し、続いてジョン・エフ・レーノルズの第一軍団に当たった。北軍の第十一軍団が応援に到着すると、第一軍団ともども北から到着したイウェルト・ヒルの軍団に叩かれ、街を抜けて撤退させられ、街の南の高台に防衛陣地を敷いた。7月2日、リーは、 ミード軍の領域に繰り返し、大規模攻撃をかけた。リトルラウンドトップ、デビルズデン、ホイートフィールド、ピーチオーチャード、東セメタリーヒルおよびカルプスヒルで激しい戦いが行われた。ミードは、その防衛隊を内側の戦列に移動させることができ、南軍の前進を食い止めることができた。7月3日、リーは、北軍の中央に、ピケットの突撃をかけさせ、 三個師団の大半を死なせてしまった。この時までにスチュワートが戻り、北軍の後部に進もうとして、主戦場の東で、騎兵同士の決戦を挑んだが、決着はつかなかった。両軍ともに7月4日はその陣地に泊まり、リーはポトマック川を渡って、バージニアに戻る決断をした。ミードによるリー軍の追撃は、恐る恐るのものであり、成果はなかった。 リンカーンたちは、ゲティスバーグの後始末をうまくやっていれば、戦争を終わらせることができたと信じたので、ミードを厳しく非難した。ミードが行ったその年の秋の二つの攻撃作戦、ブリストー方面作戦とマインランの戦いは大した、戦果を得られなかった。どちらの場合もリーは繰り返しミード軍を撃退した。ミードは、正面衝突による損失を出すことをためらった。 1864年3月、ユリシーズ・グラントは中将に昇進し、北軍全体の指揮を任せられた。グラントは多方面から南軍に圧力をかける協調戦略を考案したが、これは海戦当初からリンカーンが将軍たちにせかしていたことに似ていた。グラントは西部戦線の全軍指揮をウィリアム・シャーマン少将に委ね。 自分は東部に移動して作戦本部をバージニアのポトマック軍に置きそこから軍隊を動かしてリー軍との決戦に臨む考えであったグラントの目標の二つ目はリッチモンドを占領することであったがリー軍を倒せばリッチモンドは自動的に手に入るものと考えていたその協調戦略ではグラントとミードが北からリー軍を攻めベンジャミンバトラーは 南東からリッチモンドに迫る。フランツ・シーゲルは、シェナンドを警告を支配する。シャーマンは、ジョージア州に侵攻し、ジョンストン軍を破って、アトランタを占領する。ジョージ・クルークとウィリアム・アバレルはウェスト・バージニアの鉄道補給船に対して、作戦を展開する。ナサニエル・バンクスは、アラバマ州モービルを占領する。というものであった。これらの戦略の大半は失敗した。 というのもグラントにつけられた将軍たちは、軍事的な理由というよりも、政治的な色彩が強かったからである。バトラーのジェームズ軍は、バミューダ・ハンドレッド方面作戦を進めたが、劣勢なボーリガード軍に対して、リッチモンドを目前に泥沼化してしまった。シーゲルは5月のニューマーケットの戦いで完璧に、敗れた。シーゲルは6月にもハーパーズフェリーで、 ジュバルアーリー軍と戦ったが、その後すぐに攻撃性の欠如を理由にデイビッドハンターにすげ替えられてしまった。バンクスはレッド側方面作戦に気を取られ、モービルに向かうことができなかった。しかし、クルークとアバレルはバージニアとテネシーを結ぶ最後の鉄道を遮断し、シャーマンのアトランタ方面作戦は秋まで引きずったものの成功した。オーバーランド方面作戦。 荒野からジェームズ川とかまで5月早くに、ポトマック軍は、ラピダン川を渡って、スポットシルバニアのアラノと呼ばれる地域に入った。そこは深い森のために、北軍の大砲の威力が活かせず、リー軍は、積極的に、グラントとミードの軍に吸収をかけた。2日間にわたる、アラノの戦いでは両軍に、多くの損失をもたらしたが、決着はつかなかった。しかし、 グラントはそれまでの前任者たちとは異なり、戦闘後も退却しなかった。むしろ、南東へ部隊を動かして、作戦行動を開始し、いくつかの流血の多い戦闘で、リー軍を防衛一辺倒にさせ、さらにリッチモンドに迫った。グラントは、その優勢な戦力と北部の人力があれば、リー軍やアメリカ連合国よりも消耗戦に耐えられる、ことが分かっていた。 グラント軍はこの方面作戦で5万5000名という大きな損失を出したがリー軍の方が損耗率が高くしかも補充が叶わなかったスポットシルバニア軍庁舎の戦いでリーはグラント軍を叩き強固な防衛拠点を構築したグラントは2週間以上にわたる一連の攻撃でミュール州と呼ばれる突出部に集中して南軍の前線を攻撃した 5月12日にこの前線のブラッディアングルと呼ばれる場所に向けて行われたウィンフィールド・ハンコックの第二軍団による総攻撃は第一次世界大戦後半に残豪に対する突破戦術として採用された。グラント軍は再度この前線を離れ南東に移動した。リーはグラントの移動を止めるためにノースワンナ川の背後に軍を配置し、その土出部で グラント軍が分断されて攻撃するように仕向けた。D 軍にはグラント軍を打ち破るチャンスがあったが、その設定した罠を作動させるために必要なやり方で攻撃することができなかった。おそらくは病気のためと考えられている。グラントはさらに南東への移動を続けた。5月31日、北軍の騎兵隊がオールドコールドハーバーの重要な道路交差点を確保した。 一方で、南軍は、リッチモンドとトトポトミー前線から援軍が到着した。6月1日遅く、北軍の2個軍団が、コールドハーバーに到着し、南軍の部隊を襲って、少なからぬ成果を上げた。6月2日までに、両軍は戦場に到着し、7マイルにわたる前線を、作り上げた。6月3日の明け方、北軍の第2および、第18軍団。 さらに続いて、第9軍団が、前線に総攻撃をかけ、コールドハーバーの戦いが始まったが、すべて撃退された。この時の北軍の損失は1万2000名以上に、上り、グラントは他にも増して後悔することになった。後に、北部の新聞はグラントを指して、たびたび、ブッチャーと呼んだ。6月12日の夜、グラントは再びその左翼側に進軍し、 ジェームズ川に到着した。グラントはうまくその意図がリーにわからないようにしたまま、2マイルにも、なる船橋を構築して川を渡った。リーが最も恐れていたことはグラントが首都を包囲することだったが、それが着せずして起こった。しかし、グラントは、リッチモンドとリー軍を捕獲するさらに、効率的な方法があると考えていた。リッチモンドから数マイル南にあるピーターズバーグ。 市内には首都に物資を供給するための重要な鉄道拠点があった。もし北軍がそこを占領すれば、リッチモンドは落とすことができる。しかし、以前にベンジャミン・バトラーがその占領に失敗し、続いて、グラントの部下による決断力のない新軍もボーリガードの手薄な防衛線を破ることに失敗していた。そのためにリー軍が到着し、 防衛線を張ることを許してしまった。両軍は包囲線の配置についた。包囲線を打開するために、北軍はアンブローズ・バーンサイドの軍団が、南軍の前線の下にトンネルを掘り進んだ。7月30日、この軍団は爆発物を仕掛けて爆発させ、直径135フィートもの穴を生じさせた。この穴は、今でも見ることができる。 この爆発で約350名の南軍兵士が即死した。北軍の計略の巧妙さにもかかわらず、長いクレーターの戦いは損失が大きく、後にはまずい戦術と粗しられ、南軍の決定的勝利ともなった。その秋から冬にかけて両軍は念入りな残豪を掘り進め、結果的にその総延長は30マイル以上にもなった。北軍が 南軍の右翼を奪おうとして、その結果供給船を破壊した。北部の世論は、ピータースバーグで進展がないように見えたので、息を失いかけていたが、シャーマンがアトランタで劇的な成功を収め、1864年、アメリカ合衆国大統領選挙では、エイブラハム・リンカーンの再選が決まり、戦争は、決着がつくまで戦うべしという気分に変わった。 シェナンドー渓谷は南軍にとって重要な地域であった。バージニアでも最も農業の盛んな地域であり、北部への重要な進行路であった。グラントはフランツ・シーゲルに任せた西バージニア軍がこの渓谷を支配すれば1万名の部隊で渓谷を遡り、リンチバーグにある鉄道の中心地を破壊できると期待していた。シーゲルは立ち待ち。 ニューマーケットの戦いで敗北を喫し、すぐにデイビッド・ハンターと交代させられたが、ハンターもまた任務遂行に失敗した。リーはピーターズバーグで包囲されており、ハンターの進軍を心配してアーリーの軍団を送り、バレーから北軍を一掃した後で、可能ならばワシントンを襲いたいと考えた。そうすれば、グラントが、 ピーターズバーグに集めている軍隊を逆かねばならなくなることも期待していた。アーリー軍は出発して初戦は成功だった。バレーを抵抗もなく通過し、ハーパーズフェリーを迂回してボトマック川を渡り、メリーランド州に入った。グラントは、保冷イト指揮下の軍団とジョージ・クルークの部隊を派遣して、ワシントンを補強し、アーリー軍を追わせた。7月9日、 フレデリックの近くのモノカシーの戦いで、アーリーはルー・ウォーレスの小さな部隊を破ったが、このために進軍が遅れ、北軍がワシントンの防御を固める時間を与えてしまった。7月11日から12日にかけて、アーリーはワシントン北西の防衛拠点、スティーブンス砦に攻撃をかけたが、うまくいかずにバージニアに撤退した。8月の初めに、 いくつかの小さな戦闘をバレエで行って勝利し、ライトの軍団がピーターズバーグの応援に向かうことを阻止していた。また、ペンシルベニア州チェンバーズバーグの街を焼き払った。グラントはアーリーがまだのばなしであれば、ワシントンが危ないままであることがわかっていた。グラントはアーリーを撃つことができる攻撃的な新しい指揮官を見出した。 ポトマック軍の騎兵隊指揮官であるフィリップ・シェリダンに、その地域の全軍指揮の権限を与え、その軍を、シェナンドー軍と呼ばせた。この頃、大統領選挙が迫っており、リンカーンを負けさせてはならないために、敗北を慎重に避ける必要があったので、シェリダンはゆるりと行軍を開始した。シェリダンは9月に入って行動的になった。 オペクオンの戦いとフィッシャーズヒルの戦いで続けてアーリー軍を破った。アーリー軍が損失をこうむり貼り付けになったことでバレーは北軍が支配した。シャーマンがアトランタを占領したことでリンカーンの再戦は確実に思われた。シェリダンはバレーからゆるりと軍隊を引き11月のシャーマンによる海への進軍の前兆となる焦土作戦を展開した。 その目的は南軍がバージニアから食料を調達する手段を奪うことであり、シェリダン軍は穀物、ナヤ、製粉症及び工場まで焼き払った。この作戦は10月19日のシーダークリークの戦いで効果を上げて終わった。アーリー軍は輝かしい吸収をかけて、北軍の三分の二を配送させたが、その軍隊は飢えており疲れ切っていたので、部隊から抜け出して、 北軍の宿営地を襲うようになった。シェリダンは軍隊を再集結させると、アーリー軍を決定的に叩き潰した。シェリダンはグラントを応援するためにピーターズバーグに戻った。アーリー軍の兵士の大半も12月には、ピーターズバーグのリーの下に加わったが、アーリーは境外化した軍の指揮官に泊まり、1865年3月に任務を解かれた。 1865年1月、リーは南軍の総司令官になったが、この人事は南部を救うには少し遅すぎた。ピーターズバーグの包囲戦が続き、グラントは部隊を東から西に動かして防御を破るか南軍を取り囲もうと何度も努めた。3月までに両軍ともにこの包囲戦に莫大な労力を費やしていたので、リーは ピーターズバーグから引くことを決断した。ジョン B ・ゴードン将軍が北軍包囲戦の東端にあるステッドマントリデを攻撃して北軍の包囲戦を短くさせる作戦を立てた。この作戦は当初はうまくいったが数的に劣勢だったので最終的には撤退を強いられた。シェリダンがバレーから戻り南軍の側面を突く任務を与えられた。これに対応するためにリーは ジョージ・ピケット少将の部隊を側面の防衛に送った。グラントはピケット軍を遮らせるために軍団を派遣したが、3月31日のリンウィリ・コートハウスの戦いでピケット軍を破れなかった。翌4月1日、北軍は攻撃を続行してファイブ・フォークスの戦いでピケット軍の側面を突き、南軍の左翼を崩壊させた。 ファイブフォークスでの勝利の後の4月2日、グラントは、南軍の前線への全面攻撃を指示し、第3次、ピーターズバーグの戦いとなって、劇的な局面の打開につながった。その夜、リーは、ピーターズバーグとリッチモンドから兵を引き、アメリカ連合国政府を逃がす、目的地である西のダンビルに向かった。そこから、南のノースカロライナにいる。 ジョンストン軍と合流する意図もあった。首都リッチモンドは4月3日に降伏した。ここでの戦いはリーとシェリダンの競争になった。リーは撤退しながら補給を確保しようとし、シェリダンはリー軍の動きを遮断しようとした。4月6日、セーラーズクリークの戦いで南軍の約4分の1が切り取られ降伏させられた。 南軍の補給列車の多くが捕獲された。4月9日、リーの最後の作戦として、ゴードンの消耗した軍団が、北軍の前線を突破し、リンチバーグの補給物資にたどり着こうとした。ゴードン軍は、シェリバンの騎兵隊を簡単に追い払ったが、北軍第5軍団に行く手を抑えられた。ゴードン軍は三方を抑えられて降伏し、リーもアポマトックス軍長所在地で、 グラントに降伏した。その後も南軍による小さな戦闘と降伏が続いたが、4月9日のリーの降伏が南北戦争の実質的な終わりであった。南軍の主力と最大の将軍が敗れたことで、寛大で名誉ある条件の降伏の申し出がなされた。リーはその参謀数人の助言を拒否し、兵士たちが田園地帯に逃げ込んでゲリラとして、 戦争を続けないようにすることを望んだので、それはその地域の回復に計り知れない助けとなった。ありがとうございます。